京都大学工学研究科のホットな研究シーズをお届けする桂三直便今回お届けする研究シーズはここにしかない地域性です近代以降非計画に作られた市街地の街並みは生活感にあふれ雑然としていてあまりポジティブに評価されることはありませんしかし庶民的な街でも 建物や道にはその地域の人たちの営みが刻まれています観光地である京都も京都らしい景観を残すことも重要ですが一方で都市周辺部にもその町ならではの文化変容がありますそれを画一的な景観計画によって覆い隠すのではなく今住んでいる人たちの立場や思いも尊重しながら個別の変更を許容する持続的な町並みづくりを可能にしたい という思いで研究を進めている研究者がいます研究を進めている建築学専攻清山洋平先生にお話をお伺いしますと URA の大西ですよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、京都大学建築学専攻の清山ですよろしくお願いしますよろしくお願いします 清山先生はあのごちゃごちゃっとしてあの、まあ、どこにでもあるような風景の中に地域性を見いだすというような研究をされていますけれどもどのような点が最も興味深い点として日頃研究されているででしょうかそうかそすねやっぱ京都やとすごく歴史的で貴重な街並みとかが残ってるというイメージが皆さん多いかなと思っていて、まあ、それはもちろんその通りなんですけども、まあ、その時にこうあんまり 目を向けられないまあなその地域どこ行ってもありそうだよねっていう、まあ、そんなに古くもなくてこう統一感があるっていうわけでもないごちゃごちゃっとした生活している人たちの街の風景っていうのをつぶさに注目していくと、まあ、実はそこにしかないあの地域性っていうのが発見できるんじゃないかなっていうのを、まあ、M1 の頃からぼんやりと考えながら研究をしているというような。 ですね、その伏見区の中小島っていうあの京阪の駅が止まる南の方のところなんですけどもの駅前の辺りの地域ですねを主に研究させてもらっていてそこはもうものすごい何て言うんですかねバスへな感じというかまあスナックが並んでたりとか何かこうボロボロになった建物があったりとかまあでも夜になると結構。 あの地元の人っぽいおっちゃんとかが来て結構カラオケの音聞こえてきたりとか結構にぎわってるみたいな、まあ、昭和なななだねねってていうようよ感じのの印象の地域で研究してます、ね、なんかこうそんな特別な町ってわけじゃなくてその辺の町でもなんかすごくいいなって感じるものがあるんですよねみたいな話をざっくばらんに指導教員の先生としてた時に。 まあじゃあその良さが何なのかっていうのをこうちょっとずつなんかこう理解していくとか言語化していくってこと自体がまあ研究のはずですねってなってきてでまあそのための方法としてもうとにかく京都中をとにかく走り回ってそのいいなってあなたが思ってる風景をもう100枚ぐらい撮っていきなさいみたいなそうしたらなんかこう他の人にもなんか僕がいいなって言ってるだけじゃなくて100枚並べられたら他の人も。 あこれがいいのかなみたいなふうに分かってきたりするんじゃないかみたいなことがあったので、まあ、そういうことを一回トライしてみてそのうちの一つがそういう意味ではその中所島っていうところで研究を進められてきてその。 まあこれまで、まあ、例えば漠然とまあ良さみたいなものを感じられてたんだと思うんですけども実際にその研究していく中でその明確になってきたことだったりとかその明らかになってきたことというのはどのようなことでしょうかそうです、ねえっと、まあ、中小島の街をぜひ皆さんにも行っていただけたらいいなと思うんですけどこう歩いてると、まあ、建物にしてもなんかこう道とかにしてもすごいこう継ぎはぎだらけというか。 例えばあのすごい古い建物にこうお,店がお店のしつらいがされてるんですけどもその1階のところだけをまた変えて新しいお店が始まっててで1ヶ月して行くとそのお店もまた入れ替わっててでも前の店の状態は残したままでこう看板だけ変えて新しいスナックが始まってるとかそういうのがあったりして何かこうパッと見ただけでもこう。 ももとと古い建物があって最初お店を変えて次も変えてで最近また変えてみたいなふうになんかこういろんな時代の跡ですね変更してこのお店をしようとした跡みたいなのが普通こうお金があったりなんかこうちゃんとやろうとしたらまあ全部きれいにして真っ白な箱にするとかして新たにオープンっていうふうにすることの方がなんかこうポジティブだと思われがちなんですけどまあそういうふうないろんな跡がごちゃごちゃとついてるっていうのが。 よく見るとすごいいいっっぱいあってだからこそ雑然とごちゃごちゃとしてるんですけど、まあ、そこが逆に一つ一つそのどういう人がどういうお店をしてどういう人が来てたのかとかっていう、うん、歴史の跡みたいなものにとして捉えられるんじゃないかとそうするとやっぱこう統一感がある風景がいいとか、まあ、京都らしい風景がいいっていう風なところでとどまらずに。 この町にこういう人がいて、こういう人が来て、こういう生活が行われてたよっていうことの歴史が現れた今の風景ですっていう風に言っていけるのじゃないかなっていうところを最近は考えていますその時にやっぱ大事にしてるのが、こう後を保存しましょうって言って、例えばこの5年前に スナックのおばちゃんが作ったお店のこういうコンセプトのお店の状態を保存して将来に残していきましょうっていう発想ではなくてなんかそれはそういう残していきましょう保存していきましょうっていう発想はどちらかというとその例えば京都の街中の方とかで伝統的な街並みを保存していきましょうとかいう発想とかなり近いと思うんですけど。僕がややっってるのはそのやっぱり 古いものとか伝統的なものとかじゃなくて最近の、まあ、どこにでもありそうなものをどう扱うかってことなのでやっぱそのあとを保存するというよりは、まあ、それが次別の人が入った時にもこうちょっとだけ残っちゃってるみたいな店構えだけ残っちゃって別の人が入ってるみたいな跡形もなくはされてないというかまっさらな状態ではないっていうところの。 ななんかかそこが大事かなとなんか残そうと思ってちゃんと残してるわけでもなくて全部なくしちゃおうってしてるわけでもなくて、まあ、結果として残っちゃってるっていう風ななんていうんですか <laughs> そういう現象をちゃんと捉えるってことがまあその現代っていうものをちゃんと捉えるってことなのかなっていうふうに考えてますね。保存ししてててちゃんと残していこうっていうっのは、まあ、ある意味 考えよううによっては楽というかまあ迷うことはそんなにないのかもしれないけどなんかこう今の状態がすごくいいって言ってるけどこのあとそれがなくなっちゃったり変わっちゃったりするのもいいそれもまたよしってすると結局じゃあ何て言うんですか何でもありなのかとか、うん、何がダメなのかっていうことになっていくので難しいなとは思ってます。ただうん最近思うのののはこの、まあ、実際にその 中小島っていう町で少なくとも今こう過ごしてる人たちがそういう部分的にお店にするために変更してとか何かちょっとだけ家変えますみたいなことをやってはるっていう事実があるのでなんかそれをに対して少なくともそれでめちゃくちゃいいじゃないですかと。それって悪いいことじゃないし なんかむしろ大事にすべきことなんですよっていうのを伝えていくことはすごく価値があるかなと思っていてというのもやっぱりその伏見の言っても街中に行くための最寄り駅とかでもあるので中小島は、まあ、例えば酒蔵が有名ですけど酒蔵に行くための町としてこう酒蔵のこう景観に調和するような統一デザインにするべきだとか、まあ、あるいはやっぱ京都なので京都市の景観条例でこういう 形の建物しか建てちゃダメですよっていう風にしてこう風景をコントロールする力っていうのは今すごいあるのが現状なのでそんな中でもいやいやこのこの町はこういうふうになんかおばちゃんがスナックの看板を変えたその,なんかその生き様が残ってる状態がすごく大事だと思いますよっていうことをなんか言ってあげるっていうのは研究者としてのそういう研究としての意味もあるし実際今後あの町がどういうふうにこう 行こうかなっていうまちづくり的な意味でもすごく意味はあることなのかなっていうふうに考えてますね。なるほど確かにそうですねあの私もまあ京都の5番目ではないですけども外に住んでますけどやはりまあ、京都っていうだけでなんかこう京都らしさをいろんなところで求められてしまうまあそのもちろんそれも大事なんでしょうけどやっぱり住んでいる人たちもいる中でそのその共存みたいなことっていうのが。 まあその先生の研究によってその大事さがあ,のある意味ちゃ,んちゃんと認識されるっていうのはもしかしたらすごく意味のあることだなというのは聞いててそう感じました。であとはまあそ,うそういう意味で言うとその京都大学特に吉田キャンパスも本当にそれこそ100年以上の歴史があってぎはぎぎはぎってな,なんとなん,かなんでしょうねあの、まあ 雑然としたというかごちゃごちゃしたキャンパスなんだというふうに感じますけどただなんか先生のお話聞くとなんかそれ自身が京大の魅力っていうかこのキャンパスの良さなのかなという感じはしてきてそういう意味でその先生もまあ吉田キャンパスにも行かれると思うんですけど、まあ、吉田キャンパスと桂キャンパスではまあ歴史だったりその、ね、キャンパスの建物の考え方っていうかもいろいろ違うと思うんですけどもそのあたりはなんかお感じになることとかお考えとかありますかそうですねやっぱ どっちが好きって言われたら間違いなく吉田の方が好きと今の視点では答えるんですねなんか、うん、言っていただいたみたいにこうあの、まあ、最初こう作られた計画はあったけどその後こうどんどん講師を増やしてか貼ったりとかいろんなもの立ったり取り除かれたりしてすごい意味の分かんない空間みたいなのがなんでここ空いてんのとか何この隙間みたいなのがすごくいっぱいあるので、まあ、個人的にはそういうなんか無意味な場所というか。 意味ののないものがたくさんある状態の方がなんかこうたくさん楽しいことが生まれたりすると思っているのでまあ吉田の方がいいとこだなとは思ってるんですけど、まあ、一方で僕の,そのやってるこういう研究ってなんかこう中小島以外でどういうふうな意味があるのかなっていうのを考えるときに結局だからこう,うん最初ドンとなんか作られたりして。 もう、まあ、中小島自体はすごい非計画で最初からごちゃごちゃっと最初っから作られてるんですけど、まあ、例えばニュータウンの街とか、まあ、こう住宅開発で一斉にドンって作られた場所とか、まあ、あるいはこの京大桂キャンパスみたいに大きな建物がボーンって立った場所だとしても、まあ、そのできた後に結局人が住んで使っていったりする中で。 どどんどんこう最初の形が崩れていったり何か,か勝手に物が置かれちゃったとか何かまた新しいものできちゃったとかあるいはなくなっちゃったとかっていう,うなこうな経年の変化の中でなんかどういうあのものが生まれてるかってところを捉えにいく視点だと思ってて、まあ、最初がカチッとしたものでもここも大事だけどやっぱこのどう変わっていったかみたいなここの部分をちゃんと見ていくとここにこそその地域性 みたいいななものが現れてるんじゃないかだから桂キャンパス年年ぐらいでですかね逆もだまあ多分最初よりちょっと変わってきてるとこもあるやろうしまあここからさらにねいろいろなんか変なもの増えてったりとかしてどのんどん吉田みたいなごちゃごちゃした場所になっていったらいいなと僕は思ってますね。そういう意味でその後形ってことに先生はすごいこだわりがあると思うんですけども。 それについいてはかかがですかそうですねやっぱうん跡形やっぱさっきも言ったようにこう残っちゃったものみたいなものを、まあ、どう捉えるかっていうやつでちょっと前に一昔前ですけどその路上観察学会さんがっていうのがあってなんかあのこう階段がついてるけどその先のなんかあったものがなくなっちゃって階段がだけ残ってるみたいな。 なんかトマソンとか言ってたんですけどその意味のないものを街の中に発見していくのやつでなんかそれはすごく面白いし僕もいいなと思ってるんですけどなんかこうそこと跡形とかって何が違うのかなとかを考えた時にやっぱりこう跡形の方がもっと何て言うんですかね作られ方みたいなものを大事にしてるというかこの時にこうスナックのお母さん的にはこう考えはったからここだけをこうするっていうのが 最適解だったみたみいなそのその後型が生まれる時のいわゆるなんて言うんですかねまあお金が潤沢にあればもっといっぱいできたけどそんなないから最低限でいこうっていうのは前提の中でそれでも一番有効な方法は何だろうか、まあ、コスパがいいというか一番大事にここだけは変えとかなきゃいけないっていうのは何なんだろうかっていう,こうその2つが せめぎ合った時の最適解というか切実さみたいなものがうんと現れているっていうのが跡形かなと思っててまあ要するにその住んでる人とか生活してる人の中のこう切実さ生き様というかこれだけは譲れないというかここだけはこうしといかなきゃいけないけど逆に言えばここをこうしとけばあとはまあ大丈夫です大らかでいいですっていうようなまあそこのこう生き様みたいなものが。 どのように刻まれていったかっていうことで、うん、風景街をこう捉えていくっていう視点がなんかやっぱ大事なのかなと思っててその辺りが考えてますね最近先生にとってあの現代風景における地域性というのはどのようなものでしょうかそうですね、まあ、やっぱ現代風景ってこう何でもあると思うんですけどあの その古くから残ってる町並みでの現代の生活とかあるいはまあそんなに古くなくてバスへみたいな町の今の風景とか、まあ、桂キャンパスの今の風景とか何でもあると思うんですけど、まあ、そこにおいてのその地域性あるいはここにしかない何かみたいなものを探っていくときにやっぱり今言ったみたいなこの跡跡形そこで暮らして生きて生活している人らの。 うん大事にしているものとか一番これがあのこれなしではちょっとやっていけないんだよっていうような切実さがどのように表れているかっていうところを捉えにいくっていうのがうんすごく地域性ってものを見ていく上では大切な視点じゃないのかなと考えてますね。毎週 京都大学工学研究科のホットな研究シーズをお届けする桂三直美今回は私たちが暮らす街並みの未来を変える清山先生のご研究をお伝えしました次回もお楽しみに